久保さん。まあ、昨日、おとといですね、僕、バックエンドの、ちょっと売ったんですよ。で、お問い合わせいただいた方にですね、10年前の久保哲郎さんがいましたね。10年前の <laughs> 久保哲郎さん。まあ、久保哲郎さんよりかは、久保さんよりかは、そんなに借金はないんですけど、久保さん3000万ぐらいですよね。まあ、700万の借金があると。なんだけども、その5年間ね、僕の YouTube を見続けて、 で、5年間の間に、まあ、1個も大きな挑戦、チャレンジしてないなと。まあ、見て、見て、うん、まあ、見てるっていうね。うん、で、今回ね、あのバックエンドですよ。ね、安くないですよ。販売しました。で、まあ、今回挑戦するということで、お手伝いただきましたね。まあ、久保さんも当時ね、お金なかった。借金3000万ぐらいあったのかな。 で、その、よく、ま、言ってたのは、クレジットカード2枚なんとかこう、つなぎ合わせて塾入ったみたいなね。うん。だからその、自分でなんとかできる人っていうのは、そもそもなんとかしようとするのかなと思うんですよ。うん。なんとかできる人、まあ、は、そもそもなんとかしようとする。うん。なんとかしようとする。<laughs> で、もう一人ね、 あの、同じように借金がある人がお問い合わせいただきました。で、その方はもうお金がないと。だけど、なんとかその後払いでもいいんで入らせてくれないかっていう、あの、お問い合わせいただきまして。まあ、その方にはね、これからちょっと動画で撮ろうかなとは思うんですけど、どう対応するのかに関してはね。うん。でも、お金がないなりに、まあ、勇気を振り絞って、まあ、お問い合わせくれたと思うんですよ。で、まあ、メッセージの中でも、まあ、重々承知してると。 ね、自分勝手でこう言ってることは十分承知してると。で、採用されるかどうか。まあ、これが意見通るかわからないけど、まあ、また動画楽しみにしてますみたいなね、ご意見いただきましたけど。うん。な、なくても、お金がなくても、なんとかしようとする人っていうのは、まあ、一歩前になんか進めるんじゃないかなと思いますね。だから諦める人と諦めない人。うん、久保さんが、いや、これもう借金3000万あるしな、もう無理だな。 そこで、もし諦めてたらね。まあ、スラムダンクじゃないですけど、諦めてたら試合終了ですよね、多分。うん。まあ、麻雀店は諦めてたかもしれないですけど。麻雀店は諦めてたかもしれないですけど、人生は諦めてなかったんでしょうね。麻雀店も諦めて、人生も俺はもう無理だと。俺はもう終わったなと。何やっても無理だと。麻雀店のおっさんでしょと。麻雀店のおっさんがネットビジネスでできるわけないよと。諦めてたら、 多分今はないでしょうね。うんもちろんその諦めなかったら成功するのかっていうわけじゃないですけどもうんまあいろんなお客さん見てますけどねうんやっぱそこでどんな状況でも一歩前に踏んだ人だけがその一歩から道を作るんじゃないかなと思いますしうん一歩も踏み出さないんだったら新しい道は多分できないでしょうね。 だからそういう人たちはもちろんいるので一歩踏み出す勇気がないと。じゃあ政治家の人たちが、じゃあ一歩踏み出せないんだったら道を作ってあげますよみたいな感じでね、活動してくれてる政治家さんもいらっしゃると思うんで。うん。まあ、す,すごいですよね。うん。だ僕は、その政治家にはならないし、政治に興味はないんですけども、まあ、あ発信を通して、まず一歩を踏み出す勇気だったりとか、 あまあ一歩踏み出した後とどういうふうにやるのかとかねまあそういうのを、まあ、今後もこうやっていきたいなと思いますねうん少なくとも僕の発信がなければねその一歩お金がない A さんと B さん借金がある A さんと B さん,うん多分一歩踏み出してないでしょうねうんはいまあ、その一歩が道となると行けば分かるさみたいなね猪木さんですよ 猪木さんですね迷わず行けよとまあ迷うんですけどね僕は猪木さんのあの好きなんですけどねでもこのソナチネの多分ソナチネの一番最初って猪木さんじゃなかったかなねなんか猪木っぽくないですか一番最初ソナチネってソナチネ あ違いますね前回,前回のシリーズですね。前回のシリーズか、猪木さんは。育ち根は新しいやつですね、うんはい。ということで、今日も一歩踏んでいこうと思います。いってらっしゃい。